青バーリガタハネカクシとは、高中目ハネカクシ状化ハネカクシか、アリガタハネカクシ赤に属する昆虫。名称の由来は、上ハネが青色であることからである。体長約7ミリメートルほどで細長く、頭部と腹部末端が黒く、その他の体節は、大ダイアカ赤色でアメリカ大陸以外の世界各地に分布しており、主に温暖な湿地に生息する。日本ではほぼ全土に生息し、 山里付近や畑、水田などで見られる場合がある。10日にも飛来するが、これが口実する本種による被害を起こす要因になっていると言われる。体液中に有毒物質ペデリンを含み、人間の皮膚に体液が付着すると、皮ぶくのような濃法を伴う、洗浄皮膚炎を引き起こすことから、やけど虫、やけど虫、電気虫とも呼ばれる。体液がついてから発症するまでに、 多少の時間がかかるため、患者は、その原因が、自分の肌から少し前に払い落とした、小昆虫の体液にあることに気がつきにくく、突然生じる耳ずばれに等悪することになる。そのため地方によっては、家屋内を徘徊するヤモリの尿が付着したためとする俗心を生み、これを俗に、ヤモリの尋弁とも呼ぶ。本種の学名は、その体内毒が由来となっており、 体が小さい上に、羽隠しの仲間だけによく飛翔し、10日にも飛来して知らずに潰して被害に遭うケースになり、誤って目に入ってしまったのを潰すと、失明する恐れもあり、衛生害虫ともなっており、目立つ色合いは毒を持つ、警告色だと言われる。ほぼ1年通して発生するが、年3回ほどとされ、最も個体数が増えるのは7、8月とされる。 オスは越冬せずに死ぬが、メスは越冬して、翌年に産卵する。産卵場所は、途中で、約3から19日で孵化し、幼虫は10から50日で2例を経て成熟し、蛹室を作って、踊りになり、3から12日後に成虫が羽化する。雑食性だが、うんや横ばいという農業害虫を好んで捕食する。ため、農業では、液中とされる。 本種とよく似た姿の羽隠しの種類は次の2種となるが同じように体内に有毒物質のペデリンを有している。ありがとうございます。